怖いかな。下道で行きます。道悪いんだけどね。シャンキルの町ですね。小さないい町だよな。村って言っちゃった方がいいぐらいの小さなところです。今日綺麗でしょ。綺麗なんですよ。大きな木も多くてね。壁なんかも昔のなんていうんですか、石積みでできてて、コンクリとかね、レンガとかじゃなくて、すごくいい感じの石ですよね。あれ、この辺に住んでんのか。あの女の子知り合いなんですよ。言っちゃまずいか。言っちゃまずいな。どうだろう。そうか、この辺に住んでんだな。でもやっぱりブレイってちょっと遠いんだな。やっぱりちょっと距離あるんだ。そこまで遠くないとは思ってたけど、そこまで近くもないんですね。入りましたね。これでブレーに入ります。よっとい、ブレー、とりあえず海岸沿いに、海の町ですんで海岸沿いに行ってみようかなと思います。うわー、渋滞だー。
入ってね、すぐこの右側、ここですね、バイキングタックルっていう釣り具屋さんあります。ものすごい昔から日本のね製品を結構いっぱい入れてて、訪ねた時にいろいろ質問されたりとかね、日本語読めるんだろうなんつって、面白いおじさんです。ここでアイルランドの釣り道具初めて買った時は揃えました。ブレイが、まあ海の町ですからね、いいんじゃないかと思って来たんですけど、そしたらもっとダブリン寄りのところによく釣れるところがあるよなんて言われて、そっちの方行って釣ってみたら、いやー、サバがよく釣れてびっくりしました。まさかね、釣れると思ってなかったからね、初めてで。写真とか出せるかな、こんなのが、どか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 って。さて、川沿いの道に入って、おお、ゆっくりだなこれ、よいしょー、もうちょっと出してくれないと転びそうでもいいのよ、のんびりでいいのよ、のんびりでいいの、ゆっくりゆっくり行けるかそれでいいの。時速30キロも出てる、30キロも出てるんだから、自転車で30キロっつったらバカっぱやですよ。30キロも出てれば十分ですよ。でもちょっと怖かったけどちょっと倒れそうで怖かったですけど、バイクあっちも転ぶからな、スピード出てないと。ちょっと海沿い寄ってみましょうか。ああ、前の人もそっちですね。ちょっと海沿い行ってみましょう。バイクなら入れるはず。この辺がドックですね。船とかいっぱいあるし。あ、写真撮ってる。写真撮ってるなぁ。